ここはどこだろう。
さっぱりわからないやん。どうやら私たちを誘っているようね。どうしよう。何かわかるかもしれないぞ。行ってみましょう。
あの光は来る時はなかったよね。え、何か聞こえてくるわ。それは私のものよ。返していただけるかしら。本当に、いざっていう時に頼りにならないんだから。でも、撃つのはやばいことです。怪我でもしたら大変なことになりますよって。何弱気なこと言ってるのよ。男でしょ、危険から私を守るのは当然でしょ。みんな、あの人たちは何も。ピュン。カオル君、無事だったのですね。Thank you.
で来られたわね。でもここで少し痛い目に遭ってもらうわ。ピュン。気が進みまへんな。
はしごは壊れてしまったわ。助けてあげたいけど、私たちも暇ではありませんし。そんな前に出たら危ないでんがな。うるさいわね。今いいところなんだから。お子様はこの辺で引き返した方がよくってよ。あなた急いでいるようだけど、何かいいものでも見つけたのかしら。ぎゅん。What?
どうしたのかな？さっきの地震で怪我をしたのかも。おい、大丈夫か？あ、気がついたよ。教えなさい。遺跡はどこなの？仕方ないわね。でも申し訳おまへんな。さあ、案内してちょうだい。こんなやり方、心が痛みますわ。
嫌な感じしまへんか？分かってるわよ。危ない！許さないわよ。ちょっとピョン、ピョン、嘘、嘘でしょ。ごめんなさい、私のせいだわ。私のわがままがピョンをこんな目に。何度もピョンはやめようって言ったのに。私、どうしても立派な宝石が欲しかったの。パパに認めてもらいたかったの。レディーだって。パパがいつも言ってるの。綺麗な宝石が似合うほどレディーだって。だから。だけど、ピョンがこんなことになってまで欲しいなんて思ってないよ。宝石なんて、いらない。
らないよ。謝っても俺の気が済まない。一発殴らせろ。